こんにちは、ベシソムです。おはようございます、松賀です。どうも。今日は俺のチャンネルに最近 YouTube 始めた。あー、おこがましいですが、どうもこんにちは。細川がありがとうございます。ゲストで出演してくれてます。やってこうね。はい、じゃあ今日は何ですか。今日はですね、なんと UA から出た新製品、ユニバーサルオーディオね。やったやったやった。それから出たね、新製品のマイクをレビュー、インプレッション使ってみた使用感みたいな、はい、みたいなのを、ね、はい、お伝えしていく動画らしいです。イエーイ、よろしくお願いします。楽しみ。でまた案件いただけたということでありがとうございます。はい、で今回はね、後ろになんかチラッと見えてると思うんですけど、ガヤがいます。マジでガヤってます。でここはサスフォーがね、クラウドファンディングで皆様のおかげで建てれた村という秘密基地みたいなスタジオで本日は撮影しております。なのでいい機材がたくさんあるので、はい、いい音でお届けできるかなと思いますので、お楽しみに。じゃあ早速もう撮ってあるんで流してみましょう。聞くぞ。まずは聞いてみてください。ひらめいたこのフレーズ、通り逃さないように待ってる。潜在地このステージ狙うはここから30秒間、とりあえず巻き消えよこのスラップ。はい、というわけで聞いてもらいましたけども、今聞いてもらった音すべてが今回ユニバーサルオーディオの新商品のマイクで撮った音になります。うんうん、はいはい、そうですね。そうですね。今回全部 UA のマイクなんだけども、いやマイクプリ、マイクの音量を上げるマイクプリのところだけは UA じゃないものを使ってたりはするんですが、マイク本体はもう UA の新製品と今まで出た UA のマイク、前回もなんかやったやつも含まれてますね。うんうん、あれも俺出てましたもんね。出てた。いやありがたいですね。はい、で今回使ったマイクなんですけども、全部 UA なんだけど、その UA のマイク、こういろんなマイクのモデリングみたいな感じになってて、
いろんなマイクに変貌させれたりするんですけど、それの説明を鷲山先生からしてもらおうかな。はい、鷲山でーす。まあ今回貸してもらったのが SD357、 これがちょっと新しいマイクらしくて、まあ、全部ダイナミックマイクの仕様ですと、前作というか今までの、SC1、SP1、SD1、 SC1 がコンデンサーだね、で SP1 がペンシルで、 SD1 がダイナミックマイクっていう感じで、この3つも入れて、まあ全部全楽器 UA のマイクで撮ったという感じですかね、今回は。はいはいはい、まずビジュアルからだけど、全部あれじゃないですか、さすがにあの白いマイクたちがこうバーッと並んで立ってんの、結構なんか異様な空気感あるっすよね。確かに、あんまないよね、こういう白いマイクってさ、まあなんか壁と合ってたりね、うちの。ああそうだね、ずっとこれにしてたいレベルだもんね、結構。まあそんなわけで、はいはい、新製品の方をね、どんなもんやっていうのを説明できればなって感じなんですが、まあ、まず特性として、まあダイナミックマイクですと、はい、ドラムがね撮りたい人とかは、この SD3 がまず3パックで$349、安っ。$349ってことは5万ぐらいか。300、そんなんだ。まあでも1本でだいたい1万5000とかだから安いな、確かに。これ全部タムとかにつけてもね面白そうかなって思うんだけど、一応 UA の人からの推奨は、スネアとかハットとか、そういうのに使うといいんじゃないみたいな。へえ。もらってるし、まああと耐圧が強いからね。まあダイナミックだからこそね。音割れるまでの音量の耐圧がでかいので、音像のでかいものを取りたい時とかは近づけられていいね。コンパクトだしね。SD1 は前から出てたけど、こう結構武骨でボーンとでかい感じだからね。そうね。だからそれをギターに立てるとか、スネアに立てるとかって正直まあ別に叶うけど、ドラムにおいて立てやすいかって言われたらそうではないよねっていうのが、もうコンパクトでめっちゃいいよね。それが、あんま邪魔じゃなかったっしょ。全然邪魔じゃない。いわゆる普通のダイナミックマイクだと長さがあるからさ、圧迫感あるけど、こういうのだといいよねっていう、筐体もね硬いっすね。あーいいですね。全筐体硬いんですけど、まあそんな感じ。3、で5ですね。はいはいはい。これだけまあ形がちょっと独特というか、そうだね、他のマイクはおそらくキックには使わないというか、想定はあんまりされてない感じなのかな、この形を見ると。もうまさにこれはキック用のマイクになるし、ベース取っても良さそうだよね。今ベースに立ってんのは7だな。あ、まだ次のやつ。次のやつ。フライングしちゃった。失礼失礼。筐体がでかいから低音とかも音像を拾うのにこのでかさがあると安心ですね。おそらくキックにマッチングしてるような感じなのかなっていう。で SD7 ですね。はい。まあこれはおそらく3で取りきれないローンを取りたいみたいな、そういう感じの時にこの7を使うっていうイメージ持ってたらいいのかな。中間みたいな感じになるんですかね。そうだね。5より取り増し良くてっていう。5よりちょっとちっちゃい。はいはい。でこれで一応ベース今回立ててて、これも耐圧があるからベースアンプ直立てでも全然歪まないし、それぞれこれだけ聞くと耐圧強いだけじゃんみたいな感じになってると思うんだけど、今の説明だと確かに357って違いの一番のあれとしてはマイクのチョイスが違うという。なるほどね。そもそもこの SD のそうシリーズって、前の SD1 とか SC とか SP もそうなんだけど、マイクのモデリングができますよと。これ一本でいろんなマイクになれるってことね。わー、偉い。これが357の違い。まあ、3は割とこの品揃えを見るとミッド寄りというか、まあギターとかスネアとか取れそうだなってマイクがあって、で5だと結構老感っていうか、なんならこのサブキックもできちゃうみたいな。これは後から変えれるっていうね。そうなんだよね。なんならマイキングの細かいところもちょっと変えれたりとかね。そう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 。え、どういうこと？その距離とかってこと？そう、距離。だからスピーカーに対してアクシスっていうのがどれだけ正面に向いてるかどうかっていうつまみなんだけど、それが後から変えれちゃうっていう、若干。それはすごいよね。これじゃ例えばダブリングして一個サブキック的なこと。ああできる。確かに。そうやな。トラック2つ出してとか。あ、マイク2本立てたみたいに。そう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 。いやー、それはすごいよね。それが1個でできるってことか。これがレイトと一緒にレビューしたスフィアってマイクも、あれ動画で気に入っちゃって使ってるんですけど、普通に今回も多分使ってるよね。使ってますね、ルームで使ってますね。そう、スフィアもこういうプラグインでマイク変えれますみたいな。ちょっとだいぶ脱線したけど、7ね、まあ、これはもう本当にミッドよりもちょっと低め、低域のポジションを取るみたいなマイクが揃ってる感じなので、リボンマイクのシミュレーションもいますからね。ローエンドをしっかり取りたいときはこの5か7かっていう感じで取っていくんじゃないかなっていう
うんうん、UA のインターフェース使えばリアルタイムでリッスンにもかけれる。モニターで、そう。からアポロとか使えばってことだよね、うんうん、そう、だからめちゃめちゃなやり方としてアポロ4台用意して、うん、サスポーンのメンバー全員違うマイクで聞くっていう。いやー、キャビネットはこのマイクの方がいいから。そう変えてって。そう、面白いね。まあ、めちゃめちゃだけど、まあ、そこまでこう音こだわってる人たちに向けてっていう感じなのかな。うん、まあ、そういう要望が多い現場とかではこういうのがすごい生きてくると思います。マルチエフェクターみたいな。うん、しかも1本買うだけでたくさんのマイクが手に入ったようなことになる。で、思うと安いのかもしれんね。全然めっちゃ安いっすよ ね。だって1点分買ったらとんでもない値段になるでしょ、うん、まあそうっすね。5倍じゃ済まんか。5倍じゃ済まんな、うん、まあ、それをプラグインでできちゃうっていうのがこのマイクの売りですね。で、まあこんだけあるよっていう感じなんで、プレイバックを聞きながらマイクのチョイスいろいろ変えてみようぜっていう。いいですね。いいね。まあでもこれで特に気になるので言うと、やっぱドラムのパーツとかかなり変わりそうだから、うん、一旦そのドラムのソロからまず今何のモデリングに、今は一番先頭のマイクに全部なっているはずなんで。はい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 。だからもうモデリングされてるってことだよね。そう、モデリングされた状態ってこと。はいはいはい。プラグインのさ、画面のさ、背景とかめっちゃゴージャス。確かに。なんか、なんか一流の、なんかレコーディングスタジオみたいな。確かに。あー、めっちゃプラグインの感じ。あ、いい。あ、いいね。あ、こっちミックスルームなんだね。でもテンション上がるね。部屋も変わるっていう、マイクだけじゃなくて。これはヘミスフィアっていうソフトウェアなんだね。で、まあ一番さ、そのルームの側は、うん、まあこれが割と従来のものかな、うん、で、あれだよね、このスフィア使っててさ、うん、思ったけど、うん、こうユニークな EQ としても機能してるよね。うん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 、そうっすね。普通かけない感じの EQ がもう元々、要はセッティングされている状態なわけじゃん、うん、こう、このマイクはこういう特性があるよねって言って、うん、めっちゃそれが精密に設定されて一個のつまみになってるイメージだから、はいはい、やっぱ普通のイコライザーとかでかけるよりナチュラルだね。確かに。だからマイクの特性を知ってればこういう風になるよねっていうのを実現してくれる EQ みたいな感じ。うんうんうん。オタッキーですね。はい、非常に。まあそういうのがまずルームにかかってて、うん、次オーバーヘッド。オーバーヘッドは SP1 前回のやつですね。うんうん、うん、電子ルのやつね。はい、キックが SD5 ですね。 SD5 ですね。 SD3 が57みたいな感じね。SD3、はい、SD3 スネア両方 SD3、はい、でタムが SD7 だからちょっとロー取りたいよねみたいな感じだね。でフロアもそうだね。で、まあこれの真ん中のつまみ、これね、それがブレンダーみたいな。あー、だからドライウェットみたいな感じ。そうこのマイクのモデリングの特徴を強調したい時に100にすると、うんうん、まあ、めっちゃそれになるよ。はあ、ドゥンドゥン。あ、近づくんだ。すごい。それを表現する術はこれだったんだね。でも下になんかさ、微妙に線が引かれるんだね。本当だ、距離がね。なんで一旦、うん、何はともあれドラムでソロでちょっと音聞いてみようか。聞いてみよう。はい、まあこんな感じ、うん、で、まあ一応気持ちよく聞くために、うん、後ろに若干プロセッサー噛んでる、うんうんうん、UA のプラグインで音作ってるみたいな感じで、で、まあ一番上のインサートを消してみるっていうのが一番話だ、うん、あ、そうだね、はいはいはい。途中でちょっと細川バイパスしたりしてみて。オッケー、聞きまーす。すごいね。これは全然違うわ。全然違う。でも元のやつもいいね。うん。めっちゃクリアになる。うん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 。そうだね。でもやっぱかかってる方が生っぽい。うん。面白い。ちなみにそれもっとわかりやすくさ。全部でかくする？全部でかくしてみよう。一回。おりゃ。おりゃ。近づいてくるね。うん。うん。
しかもなんかそんなめちゃんこでかくなるわけじゃないからね。じゃあモリモリプラグイン。この質感が全然違うね。うん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 、あとやっぱ元ですごい結構レンジ広く取ろうとしてるんだなって感じがするっすね。こうバイパスにした時にめっちゃ上の方までちゃんと取れてるし、うんうんうん、で下を出そうと思えばやっぱプラグインかけたらそのもちっとした後ろに乗っかってくる浪感みたいなのもちゃんと出せるし、うん、って思うとすごいマイク本体がちゃんと設計されてんだろうなっていう感じはするっすね。まあ筐体が硬いのが、ね、うん、ちゃんときちっと出ている感じですよね。うん、筐体大事ですからね、非常にプロセッサーが噛んでないと PA マイクっぽいっていうか、あー分かる分かる分かる、 PA を普通ミックスもらった時の気持ちの違い、あー、あー確かに確かに、まあ、もちろんそのマイクの特性も加わってるけど、まあ、音源っぽい量感というか、うん、ハイの質感みたいなのがパッと手に入る感じだったかな、うん、俺は、うんうんうん、これライブとかで使ってもすごい面白そう、うん、だからにじませたい時とかローとかもこうタイトに出すぎてる時とかに、ね、うん、こういうの噛んでると良さそう、うんうん、まあドラムはこんな感じですかね。はいはいはい、はい、じゃあちょっとベースに行ってもらっていいですか。はい、行きましょうじゃないですか、ムー先生のマイク。せっかくだからちょっとチョイスしてみようぜ。うんうん、ベースなんで、まあそのね、某黒いやつか白いやつか、うん、これ俺409も結構好きなんだよ。へぇ、聞いたことない。409のベースとか聞いて、はいはい、一旦デフォで聞いて、これ次で409にしたい。オッケー、いきますよ、はい、409いいね。ちょっと張りが出るっていうか、うんうんうん、レンジが変わるね、うん、ちゃんと、うん、ちゃんと違い分かるね、うん、俺は最初のやつが好きだったかな、うん、確かに一番こうソリッドな感じっていうか、うんうんうん、早い駆け引きが見える感じがしますね、うん、ベースの美味しい帯域みたいなアンサンブルに混じった時には、うん、409の方が出るのかもなって感じたかな、うんうんうん、ではベースのトラックを複製してもらって、お、いいですね。うわ、2本立てちゃう。そう、そのままだ。ほら、うん、で、両方マイナー6でしかな、両方マイナー6です。 1.6 だから7.6。ドンドクドンドンドンドクドンドンドンドクドン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 まあ、今ベースがここの2本になってる、ね、ここの2本トラックにしたんだが、はい、まあ、同じ場所から2本立ててるみたいな状態になるから、マイクのチョイスを変えるとそれぞれの持ち味をブレンドできる、うん、そうなった場合やっぱり僕はこれと、はい、これじゃない。いいですね。でこっちのリボンの感じで残りを取りつつ早いところをこいつでみたいな。あ、そしたらなんかムー君の理想の感じに近づくかも。わーなってください、お願いします。聞いてみますか、ソロでいく。オッケー、いきます。はーい、we'll be right back.
はい、なるほど、まあ、これで割とレコーディングしてる時ミキシングテクニックというか、はいはいはい、マイクの2つの音をブレンドして、うん、ハイオになってるやつとローになってるやつ分けてる、うんうん、アンプに対してマイク2本立てるのってもう本当に用途別っていうだけだから、うん、1本でそれが叶っちゃうのはズルやね、ズルですね、ちょっとズルですズルやね、うん、やっぱずるいなあまあずるっすね、それできちゃうやっぱ広がり感全然リボン足すと違うですもん ね、 ね、うん、伸び感も、うん、足してた方がやっぱ良かった、うん、だからこれある意味3本4本立てちゃうこともできるっていうことだよね、確かにね、そうだね、無茶したら、うん、でも撮ってる場所は変わんないから位相っていう問題も発生しないし、はあ、めっちゃ頭いいね、そうスフィア使ってて気づいたんだよねこれ、はいはいはい、でも送ってもらった時に説明に書いてあったそれは気づくわ、だって書いてあるんだから、いや俺が考えたからちょっと発明したなって思ったけどちゃんと読んでない、あもう想定する、ね、そういうことだ、まあ、そういう使い方もまあできるぐらい精度高くできるという、素晴らしい、それは嬉しい、ギター2本も聞いときますか、聞いてき2本一気にいく、いきまーす、今聞いた感じちょっと老感がね、うん、しんどい感じだったじゃん、うん、だからちょっとハイパスしてみる、なるほど、800立てれるね、やばいね、800立てれるのやばいね800立てれるのはやばい、これはなんか有名なマイクなんですか、これはそうですね、そう S 社の、 S 社のラッパーね、まあ、ラッパーまあボーカルとかよく使う、こう後ろにドカーンとでっかいヒートシンク骨みたいなやつがバーンとマイクの後ろにドーンってある、見た目がいかつい名機のモデリングですね、まあさすがにコンデンサーだから、うん、やっぱ回り込みがすごい取れちゃってるから、うんうん、特に俺のギターアンプとかベースにめっちゃ近いからさ、うんうん、ちょっとローカットを一回バッツリ入れてみる、これがローカット、うん、それせっかくならなんで全部聞いてみる、カリッカリの音で、あーで多分ねローカットのされ方も若干違うと思うんだよね、はあ、マイクによってね、そう特性が変わるから、はいはいはい、聞いていってみます、はい、かなり違うんじゃない、やっぱ2いいね、そのローカット2ぐらいのだし、やっぱ普通のデフォルトのイコライザーとかグライコみたいな感じのやつでやるよりめっちゃナチュラルな感じ、そうだね、うん、マイク側でやるとこういう挙動になるんだね、普通は川出しの方にも同じ感じで2にしといて、これで両方一緒に聴いたらスッキリするんじゃないか、じゃあギターせーので、でまたちょっとマイク変えつつっていう感じで OK、うん、いきまーす、何より
こうギターにこのマイク特にこいつとかこいつとか、うん、普通立てないことができるじゃん、まあ、怖い怖いそう壊れやすいってこと1本100万高いんすかどころじゃないクラスだからこれをギターアンプに立ててんだなって思うとちょっとフッてなる優越感そんな贅沢なフッてなるこのマイクも耐圧がちゃんとあるから原因最初から下げなくてもダイナミックマイクみたいな原因で使えるっていう印象が、うんうん、だからいい意味で雑に使えるじゃないけど挑戦できるっていうかまあじゃあ最後にちょっとボーカルマイクも、うん、そうですねやっときますかじゃあボーカルソロ聴いてみます昔には意味などないただ並べた文章広めいたこのフレーズ通り逃さないように待って潜在地このステージ狙うはここから30秒間とりあえず巻き消えよこのスラップ Ooh まだ足りない何もかも黒く見えるな Ooh まだ足りない頭の中はい、でなんかいつも鷲山さんさインバージョンの MV でもソラトの MV でも S 社の7を使ってたじゃないですかS 社の7のイメージがあるからだからやっぱ音の印象かなり近い、ね、うん、めっちゃ近いかもやっぱかっこいい音するっすね、うん、で俺が気になってるのはねはいそのリボンマイクこいつ、うん、はあこんなんで歌を歌えることありませんから古いジャズのシンガーとかが使ってる系ですね、はい、そうですね果たしてロックに合うのかはい、あ、聞いてみますか、はい、アンサンブルで聞くあアンサンブルで聞こうかうんうん昔には意味などないただ並べた文章広めいたこのフレーズ通り逃さないように待って潜在地このステージ狙うはここから30秒間とりあえず巻き消えよこのスラップはい、はい、まあそうだよねあの合う合わないはやっぱありますよね、うん、まあ若干やっぱ抜けない感じはあるけどこういう音するだろうねって感じのね、うんまあ、こういうダイナミクスの曲じゃなかったら結構使っても面白いと思うし、うん、あと今回ちょっとハモリ撮ってないからあれだけどハモリのね、うん、ラインとかに、うんうん、うわーああなるほどな確かに確かに前に出てきすぎて欲しくない時とかはもうこのプラグインのこのマイクを変えるだけでそれが叶っちゃ う, そ,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  うそれこそあのジェイコブ・コリアみたいに和声を歌で表現する時とか、うん一本のマイクで撮るとなんか自分の声の持ってる周波数の帯域みたいなのが似ちゃうけどさ、うん、でもこれがあればで少なくとも5人分は違うマイク確かに確かに合わないは置いといて合わないは置いといてね素晴らしい機能満載ですねいや盛りだくさんが過ぎますはいというわけでマイクいろいろ聞いてきましたけども皆さんどうだったですかね、うん、皆さんっていうのは皆さんあ、皆さん皆さんじゃなくて皆さん皆さんですあ、皆さんどうでしたかね聞いて聞いてどう後ろが聞かれるかって絶対今ヒヤッとやばいこっちに来んのかって俺はあんまりマイクとか詳しくないタイプの人間なんで、うんうん、今回は詳しい細川とか鷲山にね普段レコーディングエンジニアとかやってるんでいろいろ解説してもらいましたけどどうでしたかねどうでしたかね今回サスフォーで音源は聞いたけど、うん、もし細川が自分のバンド門町で使うとしたら、うん、なんかどういう感じで門町で使うとしたらまあでもなんか僕たちの使ってる機材要はアンプとかも正直結構サスフォー先輩からねこういろいろ教えてもらってることばかりだから結局なんか低音がどうやって取れるかっていうところとかでなんか最近すごいギターのマイキングに関していろいろ考えることがあったんだけどこれをこっちに立ててこれをこっちに立てたら俺はこういうところが取れるからっていうブレンド感とかで考えてたんですけどもうこれ本当に1本あっちゃえば下手に2本立てるよりもああそうかもそうだから結局マイクに2本立てちゃうと音が入ってくるタイミングが違うとかそういうもともと取った波形の編集とかをしなきゃいけなかったりするからそういうのがないっていうことを考えるとすごい平均点高くなる感じがめっちゃするあーなるほどなるほど、うん、でマイクのチョイスとかも正直曲によって変えれちゃうのもいいよなっていう、うんうんうん、汎用性がとにかく高いマイクだよね、うんうん、だしマイクのことも学べる気がするあそうだね、うん、どういうのがそうだってこれ今回このモデリングされてるやつらって往年のレジェンドマイクたちでしょ、うん、覇者たちが超絶有名な定番のやつらばっかりなわけでしょ、うん、そうですねそうですねだから俺とかさっき800ってやつとか知らなかったけど、うんうんうんはい、それの雰囲気が味わえるわけじゃない、うんうんうん、どういうマイクがあるんだろうっていうのも知れるし、ね、だからあの
の人タムに421立ててたけど、タムに421立てるとどういう音なんだろうが、ワンタッチでできちゃうのは、うん、結構いいなって思うし、421本物も使ったことある身としてはやっぱり似てる気がするから、ああちゃんとやっぱ特徴は捉えてる、さすがに、さすが、さすがユニバーサルオーディオだなっていう素晴らしいですね、素晴らしいですね。後ろの値打ちはどうですか、うん、まあ僕だったら、うん、全部高いマイクとかにしてみたいですよね。あー、あー確かにねいいね、贅沢コントね、確かにな、欲張りだ。それこそその800とか、まあ、普通に手に入んないから、いいね、成功者のマイキングだ一回そのコーナーやっとく、あ全部高いマイク、全部高いマイク、高いマイク聞きたい、聞きたいな、せっかくならまあそれ高いでしょ、あこれ高いね、うん、かなり高そう。これそうオールドだしね、うん、はいはいはい、57じゃなく、わ地味編57あるじゃん、地味編57あるね、これは古い57だよね、そうだね、こいつも地味編にする、そうだね、そうだね、はいそうだね。なんで？まあリボン立ってたらかっこいいよな。タムにリボンはいいですね。リボンにしましょう。タム両方ともリボン。若干適してない感じがするけど高い。ベースはその組み合わせでいいんじゃない？あーそうだね。はい、ギタリスト何使いたいですか？まあ、じゃあ俺47っすかね。47 47いやリッチメンだね。リッチメンだね。はい、澤部さんは？どれが好きですか？いや、215でしょ。215か。はい、215ですね。いやー、高いですね。ボーカル何使いたいですか？じゃあ、441か。441。いいね。これで歌入りぐらいからちょっと。はい、あ、そうね。それでお別れしようか。はい、ということでセッティングが完了しましたので、はい、スーパーハイパーウルトラゴージャスマイクセットで。おりゃ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 。ゴージャスだぞー。なりきんマイクセットで、なりきんマイクセットで聴いててみましょう、はい、の 97.9Hz で、はい、お別れしたいと思います。やばい、リンドウが邪魔、あーよっしゃ、じゃあこれ聴いて終わりましょう、はい、レッツゴー、レッツゴー、私には意味などないと並べた文章、広めるこのフレーズ、